お前この野郎あぶねえ何分かってほらあなんお前この野郎お前助けて行けない。またここクソマップ店舗で測るとなるとな鬼だ北海道内終わった。ちょっと待って切られるのよりは切られたらダメだよね。いやマジか、壊したかったな。大事な声で速攻使いましたけど戻ってきてね。で、フシあんのかなこれ。うわやったわ、視点操作ゴミすぎた今の。完全に僕先般でしたね。やっちまった。安牌取るべきだったな、鬼相手なら。完全に安牌選ぶべきだった。やっちまった。いや危ねえ。なぜなぜ当たらないのか教えてほしい。何してるかわからん。アスカちゃん、アスカちゃん、マクラル。でも店舗に行かなきゃいけないなら無理よ。あーやっと壊してくれた。札幌とか旭川なんて6、7時間かけて行かないと無理やから、そんなことのために行けないね。ナイス。そう、遠いのよ。札幌とかにあるんだったら無理かな。さすがにさ、長父さん、マークラ作るからちょっと車で7時間かけて札幌行こうぜなんて言えないじゃん、還暦迎える人に。さすがに行けないよ。そんな、いや、やだよって言われるし、そんな。さすがにね。いくらも枕めっちゃ好きみたいな人じゃないからさ。ただやっぱね、年齢とともに体はしんどくなった。父さん、その、体動かす仕事をしてるから、
体動かす仕事してる分さ、やっぱそういういい枕があればね、疲れも取れるってのあると思うからさ。なんかすげえ近い。いらないわってなるわ。そう、酷なことしてしまうかな。喋りすぎてて全然キラー来てるの気づかなかった。あ、回復しちゃった。イタチ、イタチだ。トマルちゃん来たのはタブレット使ってるはずだから、タブレットも聞く。照れるわ。そんなもうまるで夜を共にしたみたいなさ、なんかちょっと彼女みたいなこと言わないでよ。いくら翻訳でさ、そんなこともなるからってさ、急になんかちょっとさ、俺らイチャイチャしてましたぜみたいな。照れるわ。またチール、あ、びっくりした。悶絶か。やりますか一緒に。イタチだからね、イタチ入れに来るんじゃないかな。ラブラブでしょ。次に殺す。お前この野郎、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。そう、トラップで3連続罠かかって、私はとても惨めです、今日は寝ますみたいな。超絶落ち込んで帰ってったからな。ナイス天才。戻ってくるかな。そう、かわいそうだった。かわいかったもんね。当時ひどく笑った。面白かったよね。何分かって、ほら、あ、なん、お前この野郎、お前アスカ、お前デイリーか、クローデッドモデルでゲートを開けるっていうデイリーでもあったか。血溜まる前に、よし、これ血溜まる前に救助してほしいよね。え、何それ。わーお、救助がされないかこれ。いや、でも血溜まってないから、あ、いけるいける、俺救助するわ。殴ってくれればいいんだけど。俺が導いてあげましょう。やべ、助けて。行きたい。私も一緒にゲートへ連れてって。
やだやだ、あ、やった出てた、やったー助かった。スイッチ911ガロ助かった。